第3代ノーサンバランド博ヘンリー・パーシーは、バラ戦争期のイングランドの貴族である。第2代ノーサンバランド博ヘンリー・パーシーと、レディ・エレノ・アネビルとの息子である。母方の家系を見ると、おじには、第5代ソールズベリー博、リチャード・ネビルがおり、おばには、セシリー・ネビルがいた。つまりヨーク公の子である、エドワード4世、ブルゴーニュ皇ヒーマーガレット、クラレンス公、ジョージ、 リチャード三世たちとは、重慶定姉妹同士であり、彼の血脈はヨーク派と密接な関係があると言える。しかしパーシーは父親に従ってランカスター派に忠誠を誓った。さらに1460年12月30日のウェイクフィールドの戦いでは、パーシーはランカスター派について戦っている。彼はタウトンの戦いでランカスター派の前衛を指揮し、そこで戦死している。 死後、ノーサンバランド伯爵位はエドワード4世に取り上げられ、このヘンリー・パーシーは、ロンドン島に投獄され、代わりに、ジョン・ネビルに与えられた。ヘンリー・パーシーは、エレナポイニングズと結婚して、二人の子供を、儲けている。エレノ・アネビル、ウエスト・モーランド博、ラルフ・ネビルと、その二番目の妻であるジョーン・ボー・フォートの娘、ありがとうございます。